こんにちは、くんです。ということで、今回は自分が参加型に参加してなかったらどうなってたか、50人クラフトは存在しない世界線の自分を想像してみてください。俺何やってんだ？50人クラフトがなかったら多分、なんか俺 APEX とかもうちょっとやってるかもな。50人クラフトがなかったら、アトラスやってたから、なんだかの参加型やっちゃってるような気がするんだよな。アトラスの世界線からやっぱ変えなきゃいけないかもな。アトラスって参加型みたいなのやってたんだよ。だからそれが楽しかったから、それと似たようなことを多分やりたがりそうな気がする。アトラスっていう、まあ MMO みたいなのをみんなでやってて、それが楽しかったから多分それをやってそうな気がするが、まあなかったことにして、架空の世界なのになかったことにして、マインクラフト参加型がなかった世界、まあなんならクンにあんま出会ってないとかでもいいような気がする。クンとあんまり、クンコンテンツにそんなどっぷりしてない世界、もう多分平和な世界だよね。そんな世界だったら、クンコンテンツに出会わなかったらどうなってたかっていうのをちょっとみんなで考えて発表していってください。はい、それではお願いします。クモさんから。2022年9月23日 RFP 死因糖尿病ってやっぱ良かったね。まあ良かった、まあ良かったのかな。まあ確かに、まあそうそう、可能性としては全然あったよね。なんか確かに、周りがみんな、お前デブってるって言って言い出して、デブデブ言い出してやばいぞって言って、お医者さんがいろいろ言ったからようやく痩せようとしてるから、今日食ったもの、お今日食ったものは本気ダイエット4日目、うだる20、腹筋20、スクワット10、プランク10、朝夜なし、昼もホットモット、チキン南蛮、エビフライ2本、ミニうどん。いいね、いい感じ、とてもいい、とてもいいと思います。スクワットの方を重点的にした方がいいかもね。腕立てもいいんだけど、スクワットは足が一番筋肉つくから、足重点的に。ただ足はでも雲、いやでも雲重たいからな、足あんまやんない方がいいかな。そんな一気にあんまやんない方がいいかもね。膝壊しそうだから、ちょっとやっぱごめん、スクワットはちょっと一旦、まあちょっとゆっくりの方が。体重計乗ると片方浮く、何言ってる、どういうこと。体重計、片方浮くって何、バカる、ちょっと待ってじゃあちょっと想像できた気がする。もう一回言って。体重が重すぎて一瞬曲がる。体重計が曲がるってこと。体重計が、そう、デブ事情知らねえ、それ。あ、そんなことになるんだ。体重計、測れない。なんだと、データにないぞみたいな感じになるってこと、体重計が。歪んで。たまに誤差が出る。すごいなぁ。でもそういうことになるんだね。まだ上がるだと。体重計かわいそう。次、ただの社会人。朝起きて仕事に行って、家に帰って遊んで夜寝て、定年退職まで永遠に繰り返す、ただの社会人な人生。ただの社会人、別にただの社会人じゃないけどね、全然。全然ただの社会人じゃないけど。ただの社会人レスバしないよね、ツイッターで。普通の社会人レスバしませんけど、ツイッターで。どうなんだろう、ただ社か。ちょっとはさ、君もさ、いろいろ考えれたんじゃない？もう君の思想はちょっと変わった？何か変わったりした？勉強になったり何か変わったりした？ちょっとは。ちょっとぐらいはなったんじゃない？少し。やっぱ手遅れか。20歳までになんとかしないと無理なのかな。次。あ。50人クラウドがなかったら多分ヤニャーは存在しなかったニャー。まあそうだね、ヤニャーはいなかったね。俺ヤニャー作っちゃったから。確かにヤニャーちゃいなかったね。もう完全にヤニャーってヤニャーになっちゃったから、もう年季入ってるね。だいぶ年季入ってる感じがする。もともとそうだったんだろうな。でも何かあったかもよ、きっかけのトリガーなだけで。ヤニャーはいたのかもよ。ヤニャーはいて、ヤニャーがいることに気づいてなかっただけみたいな。もしかしたらそうなのかも。覚醒までがちょっと早まっただけで、ヤニャーって存在はずっといた。次、プロレン。ガチで博士課程3年間で卒業し、普通に研究職。YouTube 見始めたのはクンさんの人狼ジャッジメントから。そもそも YouTube 全然見てない層になってるかもしれない。ポーカーにも出会わず、相変わらず土曜日の朝から夜まで麻雀やってそう。まあ普通に健常者になってたような感じがするよね。正直健常者の仲間入りできてるような気がする。ベロが結構やばい、やばい感じはするよね。かなり人生ねじ曲げられたって感じはするかも。休学しました。休学したの？え？
え、休学はなんで？就活するためってこと？そういえば休学届って書いてたけど、あれどうしてんの？卒業はできるけど休学するってやつ？その、なんか就活のために休学ってあるじゃん。卒業できるけどあえて止まるみたいな。単純に後期休むだけ。あ、そうなんだ。あー、そうなるといいけどね。次、ディップオン。東大院生としてキャンパスライフを満喫していた。研究をせずにマイクラに来るなんてもったいないことしなかったかも。もうなんかさ、俺ら日本の GDP 下げたね。ご自身からと完全に。あの、ベロムとデポンをここに引きずり込んだことで下げた、絶対 GDP。日本の頭脳を吊るしたことになった。低金所得下げた説すげえある。研究してるけど、だいぶサボった。何らかの罪問われるかもな。なんかの犯罪だろ。次、コウタン。動画投稿は今ほどがっつりやってなかった。趣味程度には続けてる。他のマイクラ参加者にずっと参加してると思う。50人クラブ入る前も他の参加者に参加してたから、お金を自分で稼げてないと思う。かといって勉強するかと言われるとしないから、学費払えず高卒で終わった。うちの親はニートは絶対許さない感じだが、高校卒業すぐ家出されて、食うあてもなく、家もなく、そのまま朽ち果てる。あれね、コウタン大丈夫。そういう親、ニート許すから大丈夫。あの、そういう親に限って許すし、なんなら家追い出さないから大丈夫。あの、家追い出す親は何も言わずに追い出したりするし、もっとなんかおかしいことするから大丈夫だと思うよ。大丈夫、大丈夫。追い出さえはしないと思うよ。コウタンよかった。コウタンとかなんか、一番良かったまであるんじゃない？ 50 人だとやってくれて。やってなかったらコウタンなんかもう人生変わってるよ、多分。大成功じゃない？じゃあ何かやめたわけじゃないじゃん、コウタンって。別になんか行くあて別にそんななかったけど、50人クラブとかなんかあって、よかったみたいなタイプじゃん。何か捨ててたら、まあそれはなんか、失ったものもあるってことになるけど、ただ道ができただけでしょ。超いいね。N コーでの出来事以外マイナス要素ないよって。ははは。N コーでの出来事はマイナスかな。次、アリエヌ。参加者に参加する前は、この時間ジムに行って飲みに行ったりしてたから、それに戻ると思う。それ以外は変わらない。参加者に入ったら金貯まるようになったけど、体重が爆増。家にいるからな、ずっと。え、でもさ、参加型、あ、ごめん、なんでもないや。あ、俺なんか変なこと聞きそうになった。でもさ、参加型に入ったらさ、友達ができてさ、飲みに行く機会とか増えないって言おうとした。アリエンってもともと友達いるタイプだから別に関係なかったわ。なんか、参加型に入ると、なんか友達もできて飲みに行く機会が増えるよねって言おうとした。せっかく思いとどまったのに言っちゃった。でも友達は増えたよ。まあなんだろう、それはなんか100が110になったみたいな感じで、 MS たちみたいに MS とかそういうジャンルの人は0が1になるみたいな感じだから、根本が違うんよ。あの、桁が変わる。0っていう桁から1に増えるから、そう、次元が違う。増える人は元からいるし、いない人は増えない。次、ナッスイ。プンさんの動画見てなかったら今頃就労移行支援センターでコーヒー豆の仕分けと職業訓練をしていた。コーヒー豆の仕分けか。それも楽観的に生まれて生きれて悪い未来ではないけど、大学は大学でそこそこ楽しいから OK。 まあ、なしはまああれだな、入ってよかったのかな。まあ、まあ分かんないな、どうなるのか。まあまあ大学行ってるからね。まあまあそこはじゃあいい。50人クラウドがなかったらずっとメイプルストーリーの動画を作り続けてると思う。病気やって。絶対。いや、なんか何らかの、なんか病気だよ、多分それ。メイプルストーリーの動画を令和に作り続けるのは、なんかの、なんか多分、なんか患ってるよ、絶対。なんかの精神疾患でも、再生数回る人気ゲームだから自分の食生活なら不自由しないし、面白いところをもっとたくさん紹介したい。ちなみに撮影日の今日はちょうどスライムランチャー2だったので、ワンチャンスライムランチャー動画とか作ってる説あるかも。あ、そうなんだ。2003年のゲーム。で、メイプルって、相当前だよね。ネクソンとかだよね。小中学生とかいうレベルだよ、多分。もう。一昨日のアップデでマイルームが実装、何言ってんだ。アップデ？あ、アップデ？マジか。まあ、ある意味超優秀なゲームだよね。次、MS。まだ、ジャナムと夜空くんとクラウドとゲームしてた。あー、夜空くん。あと最近ちょっとだけ VTuber ハマってるから VTuber にどっぷりだと思う。あと、もうちょっといい大学行けた。他は変わんないと思う。確かにその辺とゲーム、まあ、そこで出た名前の人は人生変わってる人一人いるだろうな。一人上を見ればこう雲、こう見えてくるかもしれないけど、一人人生変わってるだろうな、かなり。次、キーキング。
どっちみち大学は中退してる。昔から FPS 好きだからワンチャンプロゲーマー専門学校行ってそう。クンさんはすごくプロゲーマー専門学校バカにしてくれたおかげ。あ、行ってそう、カイキング。騙されて学費払ってそう。そんな気する。マジで行くと思う。完全にカモですね。なってただろうな。あ、あと俺と出会ってなかったら、初めに裁判で負けて、会見に耐えることになってる、多分。誹謗中傷で訴えられて終わってる、お前、マジで。はい、そう。次、ボウ。参加型がなかったらパソコン買ってなかったので、今ほどいろんなゲームにのめり込んでなかったと思います。バリバリコレリスだったので、そっちにのめり込んでたと思う。参加型入ってインドア気味になった。あ、そう、あ、まあでもアウトドアなんだ。割と。まあでも、ボウってなんかちょっとリアルに生きてそうな感じするもんな。自分もインドアになった。え、ちょっと待って、え、インってアウトドア、それはなくない？それはなくない？いやいや、インはインドアでしょ。インがさ、山でキャンプとかしてるの想像できない。稲刈りってこと？何してんの？アウトドアって。自転車で隣町のカレー屋さんとか言ってすら。なんかもう結局動物の森だな。隣町のカレー屋さんって。動物の森じゃん、完全に。アウトドア、かっこ畑。おるんるるる、クソ可愛いな、このスキン。参加となくてもこのスキンって海ちゃんとして視聴者5人ぐらいのツイッチでマイクラを細々と配信。海ちゃん。あー、海ちゃんとしてやってたんだ。え、なにこれ、なにこれ、海ねクラ、海んクラフト。え、ちょ、これやってみようぜ、これ。海んクラフトってこれやらねえ、これ復刻しようぜ。ウルンルーがやってたやつを復刻する。ほっこり2期、これもある。作業服スキンを作った。へぇ、リ・ウミンクラフト。すごいな、やってたんだ。え、ボンコン。クンさんがいなかったら陰キャになってなかったのも、クンさんから陰キャという概念を知った。え、どういうことそれ。鶏が先か卵が先かの話じゃない、それもう。え、それだって陰キャっていう存在は、故障は別につけれるわけだから。次、ノルチャ。サーテン入れてなかったら、熱心のうざい承知のまま、いつかめっちゃうざいアンチになってたと思う。その後、いつかアンチを辞めて体育さん老後を送る。ノルノルさんは、ノルノルさんはいつまでも熱心な視聴者だよね。アンチとかならないよ、きっと。なりそう。ノルさん、アンチになりそうならわかる。たわけとかもそうだよね。あのさ、あの、ゴドンとかクソめんどいアンチになりそうじゃねえ。なんかわかる？ゴドンのめんどい感。ゴドンとかさ、めっちゃ配信サイトの規約とか貼り付けてきそうじゃない？なんか、え、この規約に抵触してますよね。でもめっちゃなんか規約とか、なんかそういうの貼り付けてきて、クソレスバしてきて、クソうざそう、なんか。ゴドン的に回すとマジでめんどくさいよ、多分。次、オビ。今の友達とは仲良くなってないし、仕事辛くて毎日下向いて出勤してたし、多分 V さんとかにハマってる。キモ母親面オタクなのは変わらないし、スターウォーズシリーズが4から始まってるということを一生知る由がなかった。知る必要あったのかな、スターウォーズシリーズ4から始まってるって。まあ、スターウォーズシリーズ、もっとスターウォーズに精通できるといいね、オビは。いや、いいね、スターウォーズに精通できたら。次、ヘルス君。日本語の悪い言葉を知ってる数はもっと少なかったかもしれない。まあ、そりゃそうだろう。そりゃそうだろう。まず創価学会知らなかっただろう、多分。創価学会知ってる外国人いないから、あんまり。まず創価学会知らないよね。野獣。あ、まずい。それはね、バットだね。野獣。薄いジャッジ度。薄いジャッジ度？ちゃんと毎日楽しく配信活動ということもなく12月に失踪。ありがとう、参加方。誰？なんでそのアカウントで来たの？なんだこれ？これ誰だ？なんか、ヒステンでは入れんかった。え、ヒステンバンされたってこと？え、なんでだろう？いや、え、あれ？なんかホワリス入ってないよ。そもそも。なんか、怒らせたんじゃない？なんか、大丈夫？ラボと喧嘩した？なんか、ホワリスから消えてるよ？やっべ。なんかラボと交渉してない？なんか。なんかマジで消えてる、ホワリスから。やにゃ、わら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 。やにゃじゃねえの。え、だから、ラボ一番の翡翠アンチってやにゃだろ、完全に。やにゃでしょ、違うにゃ。ちょっとやにゃ、もう押してくれ。でも、マジでホワリスからないから、多分そういうことだと思うよ。ホワリスから消えてる。じゃあ、朝日。マジモンのクソかすり系うんこチーゲー。他参加勢と絡んで相当なんとかなった感はある。まあなんか、リアルで絡むか絡まないかって大事な気がするな。参加方でも2つの参加の仕方があって、永久にリアルに来ないみたいな。リアルで、まあ、地理的に来れないとかもあるけど、あんまりリアルで顔出さないみたいなタイプと、リアルで顔出すタイプで、結構分かれる気がする。でゴリラミ別になんか、終わってるわけじゃなかったけどね。別に陰キャ、なんかまあ、ちょっと大人し、え、なんだろう。高校の3人ぐらいいるゲームとかアニメ好きな
陰キャコミュニティの中で一番ペラペラ喋るやつみたいなタイプ。わかる？わかるかな？3人の陰キャ友達軍団の中で一番話すタイプのやつで、ちょっと一番うるさいタイプ、声でかいやつ。そう、太い、的確すぎる。いたでしょ、そういうタイプの子。それっぽいよね、ゴリラビって。友達はできないとかじゃない、コミュニケーション取れないとか、そういうなんか、そういうのじゃない、コミュ障とかじゃない。そう、全然普通なんだけど、あ、ま、なんか、あー、まあ、うーんっていう感じ。うん、はい。次、ドロロス。参加前も参加後も1日8時間から10時間マイクラ。他の時間はダラダラ風呂入るの面倒いなと思って基本入らせている。お前もうメタバースじゃん、お前メタバースの世界で暮らしてるみたいになってる。もう、300人クラウドに入るのにマイクラ買ったから全くマイクラに振り返す回線もあったかも。マイクラ基地だな、長月。参加者に入らなかったらここまで交友関係広がらなかった。基本的に生きてる世界が狭いのでいろんな人がいることを学べた。コウタンとかナッシーとかノチザとか、多分普通に生きてたら出会わないか、出会っても先入観で避けて通るかもしれない。あと、理解力に限界のある沼の存在も知らずに生きてたと思う。長月ってさ、メーカー勤務って顔してるじゃん。なんかメーカー勤めてる顔してない？だからわかるかな、機械設計関係のメーカーか。あと、あの医療機械の営業してそう、顔。お前医療機械の営業してる顔してる。医療機器営業のなんかなんか分かるかな、これ分かる人には分かるんだよ。医療機器の営業してるみたいな、研究はできないけどみたいな、技術系のなんか営業職なんかなっちゃったみたいな。総務みたいな医者にめっちゃペコペコしてなんかストレスをためそうな感じの雰囲気を感じる。このまままともに行ったら一番そこに就職するのが近いかも。あ、まあ、そういうことだな、長月。総務みたいな医者にあの上から目線でああだこうだ言われて、ちょっと持ってきてくんない、ちょっとこの機械壊れちゃってさ、今持ってきてくんないって言って、あ、わかりましたって言って、娘の誕生日をすっぽかして持って行ったら、お医者さんから、いいよもう治ったから遅いね、もういいよ君のところって言って言われて、惨めに帰るっていう。でプレゼントを買おうとしたけどそこが閉まってて、涙完全に闇金牛島くんの世界みたいな感じになってる。リケモ。50人クラウドに出会わなかった俺は、中学高校では生徒会長を務め、スポーツ万能、頭脳明晰、人柄もよく彼女もいる、青春を謳歌し人生の勝ち組になっていたはず。なわけねえだろ、僕はポケモン好きのケモナーがよ、そんななるわけねえだろうがよ。のじゃじゃ。高校でしっかり勉強して卒業、就職して、ね、貯金もあった。なわけねえだろ、無理、お前もう嘘だよそれは。さすがに、いや、あったね。いや、そんなことない。理想の人生選手権じゃん、それもう。そんなことないよ。そうはなってないって。これで壊れたね。そうはなってない。でも、のじゃじゃはもう、のじゃじゃ自戒してるだけだよ。次。20話子さん。退勤後ちゃんと毎日お風呂入って歯磨いて足のマッサージストレッチ、アロマ炊いて寝る、丁寧な暮らしをできるお姉さん、今は生活環境も家も荒れる、ゲーム実況は好きだから何かしら見てたと思うけどここまで飲み込むのはなさそう。いやね、あの丁寧な暮らしできない人ってどんな生活環境でも丁寧な暮らしできないと思うよ多分なんかわかるけど思うけどできなくない？丁寧な暮らししてる人ってどんな生活環境でもなんか丁寧な暮らししてる、なんでそんなんできんのっていうの暮らししてるよね。逆にできるとはどうでもできる。パン、学校の友達と休日に遊んだりゲームしないので、多分 PE 版のマイクラかドラクエを一人で永遠にやってた。クンさん見るまで FPS すら知らなかった。あ、そうなんだ。まあ、まあ、ただの北朝鮮キッズか。さ、もっと真面目に朝鮮語か韓国語かなんか学んだら。俺最近ハマってる趣味があって、あのロシア界隈を見るのが結構ハマってて、あのロシア語ができる人の、ロシアの政治に精通してる人の界隈があって、今の政治情勢とかなんかいろいろ解説したりとかしてて、なんかプーチンの演説とかをなんか訳してたりとかじゃ、ね、めっちゃ面白いんだよロシア語界隈とか。なんか超 マイナー言語じゃん、結構日本人でロシア語やってる人少ないから、マイナー言語とまで言わないけど、まあ多少マイナーな言語みたいなので、英語界隈じゃないから。プレスカ見たい。リンク送るよ。あの5人ぐらいいて、おすすめのフォロワーの人が、例の戦争のをまとめてるツイッターアカウントがあって、あと日本人でその戦争に行ってる人のアカウントも俺にやかフォローしてるんだけど、面白いって言ったらあれだけど、まあ送るよヘルスカ、結構面白いよ。なんかその英語ソースのロシアの記事は結構嘘多いみたいな、嘘とかの勘違いが多いみたいな、英語に一回翻訳されてるから、だからそこでバイアスかかっちゃうみたいな。いや違うヘルスカ、あれだよ、あの外国人の日本語じゃなくて、その日本人が、ロシア語わかる日本人が発信してるってことだよ。だから日本語だよ、日本人の日本語だよ。
めっちゃ面白いよ。だからなんかウーも北朝鮮とかちゃんと朝鮮語学んでなんかやってもいいんじゃね、やったらなんか仕事になるかもね、将来何かしら何かしらできるようになるかも、なんか興味があるなら。まあ多分口語はいらないから文語だけ勉強すればなんかうんいいと思うけど。なんてアカウント、指笛さんって人面白いんだよね、この人。これも関係ないんだけど、なんかずっとなんかあのアフガン行ってる人がいて、アフガンのタリバンとなんか写真撮ってる人とかがいて、その人も面白い。暇人さんがフォローしてる。あと忍者インリージョンオフィシャルっていうウクライナ軍の忍者公式っていうのがウクライナに実際従軍してる人で、あとなんだっけな、あと ロタン、ロシアの海に探索のターン、 それフォローしたらまあ大体全部見れると思う。そういうのがリツイートしてるから。 あと丸の内チャーハン OL さん、これ、ね、名前意味不明なんだけど、別に丸の内 OL じゃなくてロシア関係のアカウント。こういう人も面白い。フォロワー4万人ぐらいいるわ。17万人あ、4万人どころじゃない、17万フォロワーいるから、まあまあ普通に面白い。これ結構好きなね、この辺ロシア関係アカウント。うーんとかそういうの向いてそうな気がするけど、頑張って。話がそれました。ラーバ高卒土方年収200万 GG。 今もそう、なんかそうなりそうな気配なんかないの、なんか。なんかラーバなんか今人生がちょっと危なそうな感じの匂いが、なんかちょっとラーバなんかちょっと雲行き怪しくなってる。なんかちょっとずつなんかね、ラーバの乗ってる船がなんかちょっと前より傾きかけてないかなっていうのが、なんかちょっとさっき見てて思ってるね。なんかラーバの船なんかちょっと穴開いてない、なんか半分沈んでます。なんか浸水してるような気がするんだよな、ラーバの船。ギギギギギギミシミシミシ。でも毎日楽しそうにゲームしてるよ、彼。だったらいいのかな。イカオくん、適当にゲームして適当に大学。今もそうじゃん。今もそうじゃない。あんま変わんなくない。今も適当にゲームして適当に大学じゃん、別に。今もそうそう変わんないぞ、あんまり。まだまだ、イカオはなんか全然なんか変わってない感じがする。はい、田辺。ワンちゃん仕事辞めてない。仕事に嫌気はさしてたけど、クンさんと遊びたい欲と会話でつながりが希薄になっていたのが焦りと合わさって辞める方に舵を取った。まあ、いやでも残業100時間とかやってたんでしょ。だったら辞めて正解だと思うけどね。しかもフルで、それが常習的に続くってのは、まあちょっとって感じの気もするけどな。辞めて、間違いだよね。死ぬからね、ワンちゃん。ワンちゃん死ぬから、まあ、辞めて正解じゃないかなって気がするけど、まあずっとニートってのは良くないかもしれないけど、まあとりあえず残業100時間とかが常習的に続くのはまあやめて正解な俺は気がするかな。次、ビビット。マルチのヤバさに気づけず騙される人生。趣味はカフェ巡りでバリスタもやってるけど、実はマルチで無限に金を取られるという現実でも意味不明な特性マッチングアプリ、マチコン、社会人サークル、合コンなど何かしら出会いの場で毎回違うマルチに騙され、金を絞り取られる、最終的には金融で金を借りて苦しむ。多分お前終わりだったね、マジで。お前一番救われたのは良かったな、マジで。なんかマジで気をつけろよ、マジ。お前検証リツイートとかしてないか、自分リアーカとかで。やめとけよ、検証のリツイートとか。お金送りとかリツイートしてないよ、お前。大丈夫か、お前。あれ最近あれ詐欺に使われてたよ。あれ受け子に使われてたからね、あれ。あれ逮捕されるよ、あれ。ワンちゃん騙されそうじゃない、だって。お前が騙されるかどうか架空の話してほしいんだけどさ、俺から話が来たと思って話してほしいんだけど、ビビットマイクラの参加型の出演費払うから口座教えてって言ったら口座教えるっしょ。参加型の出演費払うからって言って、で俺から間違って200万振り込まれちゃったって、200万なんか振り込んじゃって、このままだとお前が詐欺で捕まっちゃうから、だからちょっと返してほしいけど、間違うとまずいからリアルで190万返してくんだよって言ったら返してくる。10万円お礼であげるから、その申し訳ないからわざわざ来させるの、東京に。東京ちょっと来てもらってもいい、その10万で来て帰ってるでいいから。10万もらえるなら行く。はい、逮捕。はい、逮捕。は？逮捕。お疲れ。はい、逮捕。なんで？俺は振り込め詐欺をやってて、振り込め詐欺の振り込み先口座としてお前の口座を利用してて、その200万は別に俺が振り込んだわけじゃなくて被害者が振り込んだもので、お前は振り込め詐欺の片棒を担いだ。いやガチでこの詐欺あったらしくて。インチキじゃん。お前は何度インチキにやられた。お前は何度インチキというものにやられたんだ、人生で。またやられるのか、インチキに。ツイッターでバズってたよ、なんか。だからお金送りとかで口座を教えるのはアホだよ、マジで。お金配りとかああいうの、マジでやめた方がいい、ああいうの。うん、押し貸しっていう伝統的なしのぎもある。そうそうそう、ツイートやめます。はい、ハムジュラソスバブーン。参加型に入ってなかったら建築なんてしないで普通にマイクラ友達といろんなマイクラサーバー入ってずっと遊んでる。まあそうだろうな。でも建築してないんだ、参加型に入ってなかったら。へえ、意外だな。次、うわ、増えなかった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 、マジで。
まだ30は調教足りてないな、お前ら。マジでって言葉他の人つけてないのに、まだ新人のタコ技だから、まだ慣れてない、まだまだ調教が足りてない。次、ウマヅラハギ。勉強しかできないバカ真面目ガリベになってる。今よりいい学部に行けたかもしれないが、今のは気楽でいい。なんかさ、ムカつくない？京大入ってさ、今よりいい学部に行けたかもしれない、今よりいい大学はないのかな。ないんだね。はいはい。レポンちゃん、あー、ムカつくぜ。角立たない言い方にしたのにムカつくぜ。なんか隕石落ちねえかな、ウマヅラハギの家に。隕石落ちねえかな。トム、もし50人クラウドがなかったら、もともと友達いなかったわけじゃないから、今頃は学校に行っていて、学校帰りはみんなでご飯を食べに行って、休日はラウンド1に行って遊んで勉強に勤しんでる。本当かな、本当かな、なんか怪しいよね、なんか。うん、ダウトだな。次、フニック。人の顔を危険にしたり、バカにしてキャッキャしてる人になってなかったと思う。中学生まではピュアで可愛かったのに。人の顔を危険にしてバカにしてキャッキャしてる。いや、まあ確かになんか異常行為だからね、まあ普通に。ただの、いやな、多分ヤニャーちゃんと付き合えてなかったし、ヤニャーちゃんとデートに行けてなかったし、ヤニャーちゃんとできてなかったし、学校の単位を落としてなかった。最後だけ、最後は、そうだな、いろいろなんか嫌なって、こうなっちゃったんだろうね。ブロック、まさかこんなになるなんて。お前のせいだよ。綺麗。お金にならない作業を延々とやったりせず、もうちょっとまともなエンジニア生活、あとおかしいやつらとの接点もない。多分カメスタと出会うことなかっただろう。いや、まあ、でもなんか結構まあ日で分かんないけど、人の親になったりするとこういう関係って増えるじゃん、結婚とかしたりすると。で、まあ、結婚だけだったら、まあ、嫁さんだけだし、嫁さんは別に選ぶからそんな変なことにはならなかったとしても、子供の交友関係ってランダムゲーだから、カメスタみたいなものと合うかもしれないから、まあその将来を考えると、カメスタみたいなのと接してみるっていうのは、カメスタ家族と接するのは将来のための訓練になったのかも。思い出すかも。あ、これ50人クラフトで見たって、この人50人クラフトで見たことあるぞ。いいチュートリアル、50人クラフトで習ったやつだ。いやね、俺マジでそれある。本当になんかこんなに世界って広いんだっていう、こんなに人っていろんなこう人がいるんだって、多様性を知れたのは本当に50人クラフトのおかげだよ。いや本当にそうだと思う。なんかギャグとかじゃなくて、本当に多様性とか言ってるやつは50人クラフトを見た方がいい。なんか日本の社会とかに対して物申してるやつとかも、50人クラフトで1年間ちょっと修行してほしい。マジでわかる価値観の差とか、もう本当はどういうことをみんな考えてるかとか。30以下に関してはほぼ全ての世代網羅してるわけじゃん。 Z 世代からゆとり世代からなんか網羅してるし、しかも男女いるし、いろんな人がいるから、しかも国籍もあるし、マジで、しかもハーフとかもいるわけじゃん。いろんな立場の人がいて、いろんな学生から社会人までいて、50人クラフトで世間一般ではかなりずれてるから勉強になりそう。弱者から強者、勉強だけで何もならなかった人、勉強できても成功した人、金持ちからホームレスまで。コメントの議員さんに見せよう。いや、まずいまずいまずい、そうか、バカにしてるじゃん。まずい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 、それを見せると良くない。いや、でも宗教も多様性あるよね。創価学会の人もいるし、なんかエホバだった人もいるし、すげえいろいろあるよね。リアルでわけわからない人に出会っても許せる気持ちが身につく。あ、それはそうかも。わけわからない人いても、のじゃじゃアルファみたいな、のじゃじゃベータみたいな、のじゃじゃのなんか類型みたいな感じとも考えれば、なんか別に大丈夫だなみたいなとか、あ、カメスタの色違いだみたいな、のじゃじゃみたいな子がいて、昔その界隈っていうのやってた時、力道ちゃんっていうんだけど、のじゃじゃにすごく似てたのよ。社会的立場とか地位とかその雰囲気とかめちゃくちゃ似てて、でその子と話してて、最初は冗談なんだろうなと思ったけど、リアルで会って深い話をしていろんなことをするうちに、あ、これって本当にこういう感じなんだと思って、まあ悪いやつじゃないし、俺は好き、今でも全然好きな、一緒に動画撮らなくなっちゃったけど今でも大好きだし、なんか別にすごいいい子なんだけど、でも、あ、こういう世界観で生きてるんだみたいな、もう世界の自分の世界観とのギャップがすごくて、その時すごい衝撃を受けて、あ、こういう人もいるんだなって思ったけど、まあにしてもそんなにたくさんはいないだろうと思って50人からやってたらすごいことになった。
もう終わりだった。そこには終わりがあった。もうそれどころじゃなかった。まだいるよ、まだまだいたね。そう、あの界隈っていうのをやってた頃の力道ちゃんっていうやつの動画を見てほしい。俺のチャンネルを遡ってマジでのじゃじゃって感じ。のじゃじゃとよく似てる。なんかイメージ出来横にのじゃじゃを足してゲームはイカオみたいな。だいたいこんな出来横とのじゃじゃとイカオを混ぜこぜにした感じの雰囲気を感じる。なんか多分それで合ってると思う、イメージは。ゲーム上手かったからプロチームの選考に残ってプロチームに入る間際みたいまで行ってたから、 BM の頃に。まあまあゲームは全然うまい。だからまあその感じ、その頃から50人クラブの下地は作られてた。だから俺がいつから沼と向き合ってると思う、マジで。沼とか社会的に適合できなかった人とどれだけ向き合ってきたかって話を。まあ50人クラフトをやるべくしてやってたんだろうな。50人クラフトなかったら、まあ、なんかやってるだろうな。あ、ただでもね、こんなに、あ、でも、まあ、ちょっとみんなのこと上げとくと、まあ、50人クラフトやっててよかったのは、まあ、精神はね全然病まないというか、きつくなくなったね。精神のきつさはかなりなくなった。みんなでやってるから楽しいし、一人で動画撮ってる時はまず精神きつすぎて、ゲームの動画とか撮るともうなんかサイレントダイパンみたいな、動画にもしないのに、はぁ、これ動画なんねやこの展開、終わり終わりみたいな感じのとか、こうあのソバルトがさラストで切れてたじゃん。あーもう終わり終わり、もう動画なんねやこれ、もう終わり終わりとかって言ってたじゃん。ちょっと気持ちわかるもん、一人だとあんな感じで切れるし。それ触れていいのか。いやでもなんか気持ちめっちゃわかる、あの気持ちはめちゃくちゃよくわかる。あのすげえ一人で撮ってるとあれなる。今は動画にならない展開も動画になるから、例えばアルゴンがなんかこうやらかしたとか、アルゴンとアローネがエイペックスの動画に出たっていうのも動画になるから、出ちゃったっていう事実も、まあ、それだね。はい、ってことでありがとうね、アルゴン。長月もつまんないこと言ってくれてありがとう、それも動画になる、ありがとうね。デポも微妙なリアクションしてくれてありがとう。今日も微妙に大喜利チャット遅くて読めなかったよ、最後のなんか馬面はぎので、俺これやればよかったのかっていうチャット遅くて、そのボケ拾えなかった。なんか隕石落ちねえかな、馬面はぎの家に隕石落ちねえかな。トム遅い、ありがとうね、遅くて。遅いチャットでもなんかとりあえず打ってくれてありがとう。デポそのボケもうちょっと早く行けばめっちゃ面白かったんだけど、それ拾えなかったわ、ごめんな。でももう次の人行っちゃってたわ。アローネもタコ作ってくれてありがとう。あれ俺じゃなかったらわけわかんない、なんか寒い展開になったけど俺でよかったね。アローネくんお願いします。ん、本当にわかりやすくんってなった。んこれでっかいタコいる、かわいい。確かにかわいいね。あ、ローネ、え、アローネさ、なんでタコは何、このタコは。大喜利の時誰かが生き物とセットとか言ってなかった。あ、そんなこと言ってたっけ。何の話してる。スローアン誰か言ったけど採用されてない、案の一つとして出ただけ。あ、ローネ、アローネ的に普通に建築を披露する YouTuber とかだったら多分クソ寒い展開になってたけど、俺だからよかったね。あのね、ありがとうね、作ってくれてタコ。最近さ、アボボとの間でさ、アローネの話してるのすげえ結構ちょっと流行ってんだよね。アローネのタコの動画で若干アローネ機嫌悪くなってる感じなのがクソおもろいって言って、アボボがめっちゃウケてて、アボボの中でアローネは特殊らしい、なんか結構なんか本物だと思ってるらしくて、あそこでちょっと機嫌悪くなってるのがマジクソ好きみたいな。ちょっとムスッとして、なんかタコについてなんかちょっといじられるのちょっとだけ嫌みたいなのがマジで好きっつって、タコね、アロ作っといて。最近ちょっとそれのネタ流行ってる。よし、オッケー、楽しいタコのネタもできたし、ありがとうね、タコね。これでいっか、これでジジイで終わりでいっか。タコね、ありがとうでジジイでいっか。じゃあジジイ。